評論、作詞、演劇、映画と幅広い分野で活躍した青森県出身の作家、寺山修司。1967年、31歳の時に演劇実験室天井桟敷を結成。屋外に飛び出し、街の中で演じた市街劇は後の演劇に大きな影響を与えました。やがてその才能は映画監督としても開花します。台本通りにしなくていい、自分自身の言葉で演技しろと演出していた寺山修司。平内町出身の俳優佐々木英明さんはドキュメンタリーのような手法で出来上がっていく映画に新たな時代を感じたといいます。その後も表現の幅はとどまるところを知らず、時代の寵児へと一気に駆け上がっていった寺山修司。44歳の時のインタビュー映像です。寺山さん、ご自身青森を思われたりですね、青森を感じられたりという、東京で生活なさっててですね、そういうことってどういう時にありますか？あんまりね、要するにこう違う場所を思い浮かべるっていう感じはないですね。結局まあ始終青森と東京でもそんな遠くないですからね、はい、今ニューヨークのことだって朝の新聞に出てるような状態だから、特にそんなに変わった印象はないし、まあ、元の同級生から電話がかかってくることもあるし、うん、そんなにだから特に際立って、ただまあ自分がこう映画でロケーションに行ったりね、そういうような時には全くつまり違った青森を発見するという、そういう楽しみはありますけどね。今までの人生に点数をつけるとしたらと質問され、こう答えています。今まで2回に80点つけちゃうと、これから先20点分しか生きられないということになるから、うん、今までをできるだけ低い点数にしておけば、これからの楽しみが多いということでしょうね。なるほどね。まあ、一つこれからの活躍期待しております。どうもありがとうございました。その後47歳の若さで永眠。亡くなって14年後の平成9年には寺山修司記念館が完成しました。妻であった九条京子さんはこう言います。寺山は自分の足跡をいかにして残すか、それを念頭に置きながら作品を作り続けた人だった。箱の蓋を開けるのは好きですか？ああ、これは面白いね。だいたい1人2人と数えながらこう開けていくんだね。今までいくつの矢印を見たことがありますか？自分の歩いただいたい足跡の数だけどね。冗談で死んだふりをしたことはありますか？それはない。死んだふりをするときはいつでも真剣だった。